ハルベは、ドイツ、ブランデンブルク州ダーメイコールシュプレーバルト軍の基礎自治体である。ダーメ川の流域にあり、2km 離れた地点で、ベルリンに向かって、シュプレー川に注ぐ。ハルベは、都市では、トイピッツ、メルキシシュブーフホルツ、バールート、マルク、また、基礎自治体では、グロースケイリス、クラウスグロースバッサーブルク、リーツノイエンドルフシュター港と接している。 基礎自治体春ベの名が初めて歴史に登場したのは16世紀のことである。それまで貴族、シュトッターハイム家の所領であった今日のブリーゼン地区が1749年に貴族、シュリーベン家の一員でオーデリーンにあったヨアヒム・ザイフリート・フォン・シュリーベンに売却された。1750年頃、ハンセ・エールンスト・フォン・シュリーベンはブリーゼンに領主の館を構えた。 1822年には自由学校がブリーゼンに設立され、これは1817年に女流詩人ビルヘルミーネルイーゼ・ーリーザビト・フォン・シュリーベンが設立した基金によって運営された。1850年頃にはブラントで紀元後3世紀に作られた制銅製の飾りピンが不完全ながらも発掘された。1866年にはブラントに ベルリン・ゲルリッツ線の駅が設置され、数年後には、ハルベとオーデリーンにも駅ができた。1910年には、フリッツ・パウル・イエンツが、ブリーゼン騎士寮を手に入れた。彼は、ベルリンのメトルポール劇場の所有者であった。1910年から1913年にかけて、ブリーゼンには、新しい宮殿と付属の公園が設けられた。1924年には、ブリーゼンで、 通り屋敷神殿を模したファサードを持つ大きな馬車置き場が建設された。1945年から1948年にかけて宮殿にはソ連軍司令部が置かれていた。1948年から1951年にはドイツ民主共和国の支配政党 SED の軍統学校が置かれ、1991年までは学校であった。その後数年間は、 秋家となり、1996年から宮殿と付属公園の修復が始まった。第二次世界大戦末期の1945年、ドイツ国防軍は、ハルベとメルキッシュブーフホールツにまたがる地域で、最後にして最大の敗北を起死した。このハルベ包囲戦として知られる戦いでは、敗戦間際に推定6万人が犠牲となった。犠牲者のほとんどは、 春部森林墓地に埋葬された。1974年1月1日にトイローが編入された。2003年ブランデンブルク自治体改革では、同年10月26日にブリーゼン、フライドルフ、オーデリーンが編入された。人口は、記載年のもので、2011年からは2011年、欧州連合国勢調査に基づく。春部基礎自治体議会は、 名誉職の町長々と12名の議員からなる。感謝協会紋章は2003年8月26日に承認された。紋章記述、金字に斜めの波型の桁、上部には黒の縁取りがついた銀の十字、下部には5枚の母大樹の葉がつく春辺の建築記念物一覧と春辺の自然記念物一覧にはブランデンブルク州記念物一覧に、 最六の文化記念碑が記載されている。1989年から国民哀悼の日とかなり以前から英雄追悼のための早々行進が春部で開催されている。2006年にはブランデンブルク州政府から支援を受けた反暴力極右主義排外主義行動連合が民主主義者の日を創設した。春辺は鉄道ではベルリン・ゲルリッツ線。 道路では、連邦自動車道路13号線、修道 L74 が通っている。ありがとうございます。